今年の自然災害の被害の大きさが伺えます。台風15号と19号での保険金の支払額の見込みは大手損害保険会社3社だけで8600億円を超えています。他の災害を含めると今年度の支払い総額は1兆円規模になる見込みです。購入が延期された英語の民間試験について下村博文元文部科学大臣が東京大学に民間試験を活用するよう文部科学省に指導を求める発言などをしていたことが分かりました。大学入試の方法や内容は大学の権限で決めることになっていて東京大学は内部からの影響はなかったとしています。日本高等教育学会の元会長で筑波大学の金子元久特命教授は国会議員が具体的に指示するのはおかしい、大学が萎縮する発言だと指摘しています。下村元文部科学大臣は NHK の取材に対しいいものは使うべきだ、国立大学の多くが導入すると言っている中で導入してもらえるよう働きかけたらいいのではないかというのは当たり前の話ではないかと述べました。宮内庁は天皇皇后両陛下が台風19号による大雨などで甚大な被害を受けた宮城県と福島県を来月下旬に訪れ被災した人たちを見舞われる方向で調整に入りました。太平洋側では広く晴れています。空気が乾燥するところが太平洋側中心に多いですから火の取り扱い、体調管理には気をつけてください。夕方の予想を見てみると徐々に日本海側の雨や雪の範囲うまく上がってくるんです。中心に雪や雨の降るところがありそうです。天気マークです。北日本は日本海側を中心に雪で特に午前中猛吹雪の恐れがあります。北陸も山沿いを中心に雪になりそうです。予想最高気温です。昨日より低くなるところが多く札幌は2度、仙台は9度でしょう。関東から九州は広く15度前後で風が冷たい予想です。週間予報、名古屋から那覇です。明日は晴れるところが多いでしょう。札幌から東京です。明日も午前を中心に日本海側では雪や雨が降りそうです。風が冷たい風で枕がピローンってなってるね。実は今朝私もピローンってなっちゃっています。ここからは関東甲信越の気象情報です。今日は冬の風、天気の気温、天気が最高です。天気の予想分と見ますと、新潟県は雨が降ったりやんだり、関東甲信北部、山沿いにかけて雪の降るところがありそうです。また太平洋側は広く晴れるでしょう。そして午後にかけても、太平洋側は晴れて空気も良さそうです。太陽光もしっかりと心がけてください。そして夜にかけても、新潟県では雨が降ったりやんだりです。夜は関東の南部に少し雲が出やすくなっています。今、北の予想最高気温です。各地の数字を見てみますと、今日は東京でも15度、前橋12度、晴れてもこの気温です。空気が冷たいでしょう。さらに天気図を見てみますと、夕方の気圧配置が今日は強まって、日中、北風強く吹くところが多くなりそうです。風の冷たさも加わって、気温が高くなりそうです。それでは、予報をお伝えします。去投票、就好難做到一個公平、公正的選舉。その上で、選挙を行うには、暴力の即時停止や交通網への妨害をやめることなどが必要だとしています。選挙が延期されれば政府への反発が強まるのは確実で、今後は選挙が予定通り実施されるかが焦点となります。ここで新たな情報が入ってきました。抗議活動が続く香港で警察に逮捕された日本人の男子大学生について、香港の日本総領事館は現地時間の昨夜遅く釈放されたことを明らかにしました。香港で警察に逮捕された日本人の男子大学生について香港の日本総領事館は現地時間の昨夜遅く釈放されたことを明らかにしました。さて、香港政府が延期も示唆した区議会議員選挙ですが、現在の議席は
中国本土との関係を重視する親中派がおよそ7割を占めています。こちらですね、現在の議席は中国本土との関係を重視する親中派がご覧の通りおよそ7割を占めています。選挙が実施されれば抗議活動を追い風にした民主派がどこまで議席を伸ばすのか注目されています。抗議の小さな党党首というものがある人材。この夏大学を卒業したばかりの25歳です。我哋呢啲系监管政府捍卫我哋嘅香港。民主主義を守りたいという思いから抗議デモに加わってきた風さん。デモの参加者は市民の一部に過ぎないという当局の主張に反発し、選挙で民意を突きつけたいと考えています。今回の選挙は非常に重要です。すべての選挙区で抗議活動への賛成派と反対派が対決するので、どちらを支持しているのかどうか選挙結果も反映されます。これまで政治とは無縁の生活を送ってきましたが、抗議デモに参加してきた仲間たちの助けで人海戦術を展開、手応えを感じ始めています。希望你多多支持。你系咪支持？我唔支持。你唔支持啊？系，我系支持五大诉求缺一不可。しかし、フーさんは今。